理化学研究所の粕川と申します。よろしくお願いいたします。私が所属してますの理化学研究所の CLST センターフォーライフサイエンステクノロジー、ライフサイエンス技術基盤研究センターっていうところに所属しています。でここセンターって名前がついてるんですけれども、3カ所分かれてまして全然センターになってないんですけれども、神戸横浜和光にまたがったセンターで、私はこの中で横浜の方にいます。で今日は横浜から来ました。でちょっと簡単に自己紹介です。私の名前粕川武也という、大体の人読めない名前になってます。大体ゆうやと読まれます。で一応ツイッターもちょこちょこっとやってて、なんかとあるクイズ番組で使われるような帽子のようなアイコンで、たまにつぶやいてます。で正式な所属はこんな感じになります。ライフサイエンス技術基盤研究センター機能性ゲノム解析部門、衛星栄養素技術開発グループ、大容量データ管理技術開発ユニットのユニットリーダー、ちょっと長くて読めない、一息で読めないんですけど、こんな長いところの、ニトリーダーをやっております。で一応ちょっと最初に、ボーノさんの方から、簡単な自己紹介あったので、ついでにちょっと詳細な自己紹介もつけてみました。で一応経歴としてはもともと情報系出身、基礎工学研究科の情報系ですでの出身で、その後ちょっと企業の方に行きまして、でちょっと2000年から2005年企業でソフトウェア会社に行きつつ、その時にちょうど理化学研究所の方で開発、ソフトの開発、アノテーションのシステム CDNA のアノテーションのシステムの開発を共同やろうという話があって、そこでボーノさんと知り合って、その後いろいろあって、今研究員に取り立てになっています。で、その後神戸の方理化学研究所にはなき発生再生科学総合研究センターの方で研究員をやりまして、で現在横浜に戻ってきましてミッドリーダーやってます。で一応バックグラウンドだって言いましたけれども、最初は情報系でデータベースの理論とかをやってまして、でこの辺りから生命情報系なんだけど、ちょっと情報寄りのシステム開発とかで生物寄りアノテーション手法の開発とかやってました。でその後神戸の方ではゲノムデータの解析と言いつつも、実際はトランスクリプトープのデータ、マイクロアレイのデータの解析をやってました。で現在はユニットリーダーの方にもなった後は、バイオ系のでまたデータベースの方の管理とか、そういう技術開発の方をメインで今やっています。でとはいってもデータ解析もちょこちょこっとやってはいます。で今日のお話の内容ですけども、本体ですけども、ファントム5について、説明したいと思います。ファントムで、まず最初にファントム5プロジェクトとはどんなプロジェクトだったのか、その前にちょっとファントムプロジェクトとはどんなプロジェクトだったのかから説明しまして、次にファントム5のじゃあデータセットってどういうふうになっているのかっていうのを簡単に説明しまして、あと我々の方で開発、もしくは共同研究者の方が開発いたしましたファントム5用のウェブリソースと呼んでますけど、いわゆるツール系、データベースツール系をざっと紹介していきたいと思います。まず最初ファントム5のプロジェクトについてです。まず最初にファントムって知ってる人は知ってるけども、知らない人は全く知らないかもしれないものなんですけど、ファントムっていうのは何かと言いますと、ファンクショナルアノテーションオブ、最初はマウスです。名付け親がそこにいるボーノさんが名付け親でして、その頭文字ファントムかって ついたのか、ファントムから無理やったのかは分からないんですけれども、そういうふうになってます。で、最初はマウスの CDN をターゲットにしてましたので、 M はマウスだったんですけれども、ある時から人もやるようになったのでまんまるになって、今はどうもマンマリアンジノムらしいです。 M の ところはファンクショナルアノテーションオブマンマリアンジノムの略になっています。で、意味としては機能、ファンクションが機能で、アノテーションがアノテーションで、マウスがマウスだったり哺乳類だったりする、要はマウスとか哺乳類の機能アノテーションをするっていうコンセプトでやっています。で、今までファントム、から1からファントム5までやっています。で現在ファントム5が、クローズに、終わりに近い状態になっています。で何やってきたかというと、ざっくり分けると2つに分かれまして、1から3までやってたのがマウスの CDNA、 マウスの CDNA のシーケンスが決まるんですけど、これが何の遺伝子か何の機能を持っているかという情報をは、シーケンスだけでは分からなくて、あれ解析して決めていかないといけない、もしくは人が見て決めていかないといけないので、そういうのを網羅的にやっていきましょうということで、ファントム1から3をやってました。でその後、KG4 と呼ばれているシーケンスの技術を CLST、 いわゆるラボの前身のさらに前身の GSC、ゲノムサイエンス、ゲノム科学総合研究センターのところで開発された技術
なんですけど、その刑事法っていう、方法と、ざっくり言うと転写開始点を網羅的に同定する方法なんですけども、これを使って転写制御の解析を、メインに3から5までやっています。で、あのファントムのサイトが一応ここにありまして、ファントム GSC、 だからこの時の名前が残ってるんですけど、ファントム GSC 理研 JP というところで、いろんな情報をまとめていますので、あのお時間ある時に見ていただければと思います。じゃあ次にファントム5、じゃあ最近のファントムで何をやってるか。で、一応フェーズ1と称してますけど、フェーズ1とフェーズ2の2つに分かれてます。で、今回はフェーズ1の方について説明いたします。で、フェーズ1の方は何かをやってるかといいますと、1つかマウスを対象に刑事法と転写開始点を網羅的に同定する実験方法を使いまして、いろんな組織、いろんな細胞における転写開始点のプロファイルを取ろう、とにかくたくさん取ろうと。で、最終的に取ったサンプルは、サンプル数は人が1000サンプル、マウスが400サンプルで、このトータル約1400サンプルの転写開始点の活性量を刑事法で測定しました。で、特に、今回、大きいのはターゲットとしているサンプルが、主なサンプルが初代培養細胞プライマリーセルをターゲットにしています。通常こういうあの網羅的にいろんなサンプルを見るとかいう時には、あの組織のものを見たり、もしくはあの癌化している細胞かキャンセルセルラインを対象にすることが多いと思うんですけれども、このファントムでは初代培養細胞、あの直接我々の体から取ったようなサンプルを対象に取っています。なので、癌化細胞だと、例えば癌化しているので遺伝子もちょっと特殊な発現になっているんですけど、そうではなくてちゃんと直接体の中の細胞を反映しているようなデータを取るということを、特に注意してサンプルを集めました。とは言っても、あのいろんな細胞株といろんな組織も研究されてますので、そういうサンプルも当然対象に入れて、トータル1400サンプル見ています。で、その1400サンプルを解析しまして、約18万5千個の人の転写開始点、あとマウスについては約11万5千個のマウスの転写開始点、これにつきまして活性量、要はその転写開始点からどれくらい転写産物が出ているか、あの発現しているかっていう、その量定量データを、取得しました。で、ちょっとここは あれと思う人はあると思うかもしれないんですけども、そのこのデータを使って4万3千個のエンハンサーのコード、これエンハンサーっていうのは転写開始領域から離れたところから、転写の制御を作用するようなものなんですけど、こういうのも実は刑事のデータから取れた、ちょっと後で簡単に説明しますけども、こういう候補も取れましたので、そういう候補が4万3千個、エンハンサーの候補も同定しました。これがファントム5の主なデータの構成になります。で、そういうデータを見ていく中の一つ、こういう結果がありましたっていう、ちょっと簡単に説明しますと、ファントム5で、見てみますと、やっぱサンプルごとに転写開始点が変わってるっていう例は、当然、予想はしてたんですけど、実際そういうデータも取れています。例えば、これ、上は T 細胞で、次単球で、大動脈平滑筋細胞で、下は組織なんですけれども、これを見てみると、例えば T 細胞ではここから転写が始まっているけれども、単球とかでは後ろの方から始まっているような転写産物が取れているという、組織特異的に転写回線が変わっているというような例が、このデータから得ることができました。で、組織はちょっともしかしたら細胞がいろんな混ざっているからかなのか知れませんけど、いろんなところから出ているっぽいようなデータが得られています。で、その刑事ですけども、その刑事法をちょっと簡単に説明します。どうやってるかというと、本当に簡単に言いますと、その RNA をいっぱい集めてきまして、そのうちの5ダッシュ端だけをとにかく集めてきます。で、その5ダッシュ端を、出てきましたシーケンサー、大型のハイスループトのシーケンサー、NGS を使って網羅的に配列決定すると。で、ここの5ダッシュ端だけ決めたものを、ゲノムに当てて、ここのタグ数をカウントすることで、この転写開始点から出ているトランスクリプトがこれぐらいあったという情報データを得ることができると。簡単に言うとこういう技術、裏では結構いろんな実験的な、当然こういろいろやってるんですけれども、ざっくり言うとこういうコンセプトでやっています。で、ちょっとエンハンサーのところの話、転写開始点しか分かんないはずが、なぜエンハンサーが分かるかといいますと、エンハンサー領域、よくRNA を調べてみると、このエンハンサー領域の両側からちょうど逆方向に同じぐらい RNA が出ているということが観察されています。これをエンハンサー RNA、 ERNA と呼ぶんですけれども、こういう ERNA が出ていると。で、実は刑事法、この ERNA が取ることができます。ちょっとすごいプロトコルを改良してて、センシティブに取ることができるように改良された結果、 ERNA も実は取れていると。
で ERA の転写回数点が取れていると。だから KG を見ると転写回数点としてこことここが同定されててされていると。なので逆に KG のデータから逆方向に同じぐらい出てるような転写回数点のペアというのを見つけてくると、この間がエンハンサーの候補だと。で実際に、こちらの論文の方出てるんですけども、実際に実験的に検証してみたりとか、あのエンコードプロジェクト そのヒスとメチル化のデータと比較してみると、どうもやっぱエンハンサーっぽいあのエビデンスが取れてくると。なのでケージから実はエンハンサーが取れるんじゃないかということで、4万3000個候補の遺伝セットを出しました。で、論文ですけれども、このファントム5フェーズ1の成果は一応論文になっています。一応メインペーパーとして2つの論文を報告しています。で1つ目が、その転写回数点のプロファイルを同定しましたと。2つ目がそのエンハンサーだけに特に注目して出しましたと。でちょうど去年の3月27日に一応ネイチャーに掲載されました。ちょっと残念ながら、あの理研からネイチャーに出たとある残念な論文の2ヶ月後に出た論文のためにあまり報道されなかったんですけれども、あのネイチャーのプレスカンファレンスもちょっと断られてたとか、なんかいろいろ裏ではあったんであったんですけれども、最近どうもあの皆さんごあの知っていただけるようになってきて、あの文章とかでポスト出すと結構いろんな方質問あの幸い知ってもらえるようになってきたので、ようやく認知度が上がってきたかなということになっております。でじゃあ次に、じゃあデータセットについて、今までこういうデータがありますよ、じゃあ次にどういうデータセットを作ったかと。でこれがさっきの KG法の実験プロトコルです。1500個のサンプルを集めてきまして、ライブラリ作ってシーケンスしてマッピングして TSS の同定とその定量データを取って、その後にいろんな、まあ、いろんな解析、あのエンハンサーの同定も含めていろんな解析をしています。でその中でこういう情報が出てきます。でサンプルを集めてきましたので、サンプルのメタ情報もありますし、転写回数点の、場所とその量を測定しましたので、転写回数点の場所と量の情報で、まあ、解析としまして共発現クラスター、これ、同じような発現、いろんな組織で同じような発現をしている TSS の、 あのクラスタリング情報を取ったりとか、 DNA のモチーフ、その転写回数点の上流にある共通の、DNA モチーフとかを見つけたりとか、エンハンサーの情報みたいな情報が、解析なりローデータとして得られています。でこれ、が取られています。あ、ごめんなさい、でなのでファントム5としてこういうデータをプロジェクトのアウトプットとして提供しています。で、そのまずはじゃあどういうデータで、一番多分あのこの辺の発言量というのはテーブルなので、あのだいたいイメージしやすいと思うんですけど、しだいたいそんな扱うの難しくないと思うんですけど、一番多分難しいのはここの1400個のサンプルじゃないかと。本当に例えば普通いろんな人を研究している場合は、自分が見たいサンプルっていうのがだいたいあって、じゃあファントムの中にあるのないのかとか、あるとしたらどれなのっていうのが多分一番調べたいことで、その辺あのやっぱサンプルの情報をしっかり、データを整理しておかないと見つけられないと。なのでそこをちょっと頑張ってデータの整理というかメタデータを作ったところがあります。で、まあ、先ほど言いました通りファントム5は1400個のサンプルがあります。で、まずは、まあ、そのちゃんとサンプルのメタ情報を提供しようと。で一応標準形式としてで提供すべきということで SDRF という形式で提供しています。 SDRF 何かと言いますと、サンプル&データリレーションシップフォーマットというフォーマットで、アレエクスプレスとか多分このフォーマットで受け入れてた気がするんですけども、割とあのスタンダードの、メタデータの記述方法です。で、こういう SDRF で書かれた、サンプルのメタ情報がこのファントムのウェブサイトのここから、ここに位置を置いています。で、ここはちょっと後で説明しますので、あの今頑張ってタイプしなくても大丈夫です。で、サンプルの情報に関してはここで、でシーケンスの情報に関してはシーケンスのメタ情報に関しては、ここのデータのフォルダの中に、サンプルの分類ごとに分けて置いてあります。いくつかのファイルに分かれてこういうふうに作っています。ちょっと、中身ちょっとお見せできるとよかったんですけど、ちょっと持ってくの忘れたので、後ほど時間があるときに見ていただければと思います。で、さらにじゃあサンプル、じゃあこういう1400個の表があっても、まあ、確かに必要な情報は入ってるかもしれないんですけれども、本当に欲しい情報に到達するまで結構大変なのだろうということで、FF オントロある種のオントロジーを使いまして、サンプルの情報を分類したデータっていうのを作って提供しています。
で1400個の、まあ、先ほど言いました1400個のサンプル情報、どんなサンプルがあるのかすぐには分かんないし、じゃあこれこういうこうこの分類のサンプルであるのかないのかというふうに到達するまで結構大変、1400個全部見ないとはいけないのかということになりますので、実際大変ということでオントロジーを使いましたと。で FF オントロジーコンセプトはこんな感じでして、いわゆるオントロジーだと1個のなんかツリーとかダクみたいな形で表現されているパターンのことをイメージされるかと、GO とかそういうふうにイメージされるかと思うんですけれども、ちょっと、違ったオントロジーになってます。なんかいわゆるアプリケーションオントロジーと言われるらしいんですけれども、こう FF オントロジーはこれ全体を FF オントロジーって言ってるんですけれども、中を見てみると既存のオントロジー、ご存知の方はセルオントロジーとかディジーズオントロジーとかウベロンとかいう分組織学分類のオントロジーとかあると思う、ご存知の方いると思うんですけど、これが内包されています。でさらにファントム5に特異的な分類、サンプルの分類、人由来サンプルとかそういうものだったり、細胞の名前だったり、ある種の組み合わせみたいなようなサンプルのカテゴリーがあって、でさらに別ノードとして1400個のサンプルを表現するノードが入っています。で、なんでこんな風になっているかと言いますと、これをこういう構成をすることで、例えばセルオントロジーのこのカテゴリーに入っているサンプルはどれだっていうのが、この構造をたどって見つけることができると。で、だからいろんな分、だからセルオントロジーのさらに親の分類、さらに大きな分類からさらに下に入っているものが何かということをこの、オントロジー構造上で見ることができるということになります。で、さっきちょっと言いましたけれども、こういう分類になっていることでいろんな分類方法でサンプル一覧を取得できると。例えばもうブレインという大きなカテゴリーで、このブレインに関係するサンプルはどれだというふうに見ることもできますし、そのセルオントロジーのもうちょっと小さいカテゴリーでアストロサイト、特定 の脳を構成する特定の細胞種、細胞種だけ絞って、このアストロサイトに分類されるサンプル一覧というのはどれかというのも見ることができると。で、FF オントロジーは既存のオントロジーが入ってますので、要は既存のオントロジーのタームを使ってそこに分類されるサンプルがどれかっていうのが、オントロジー上で見ることができるということで、こういうオントロジーの構成を、取って作成して提供しています。でこれが、サンプルの話になります。じゃあここからちょっと、じゃあ実際にじゃあどういうふうにそういうデータにアクセスしていけばいいかということで、ウェブリソースをバババと紹介していきたいと思います。ここで紹介するのは、一応7種類、1個こういうのもありますけれど、実際、ツール開発したツールとしては5種類になるのかな、プラス、一部ちょっといろんな情報追加情報としてお知らせしたいと思います。でデータベースのツール群ですけれども、先ほど5種類、先ほどこういうデータがありますよっていう話で6個挙げましたけれども、それぞれのツールがカバーしているところがいろいろ分かれています。でしかも、あと操作方法、要はデータセットを取るためのツールだったり、一個一個インタラクティブに操作しながら見るツールだったり、もしくは事前の結果を、検査して参照するようなツールだったりという形で、データベースの目的と使い方でいろいろ分かれています。で、一応ここで今回は、S スター全部デッドバイオマート UCC データハブ、トランスクライトエンハンスアトラスについてちょっと説明していきます。だから大体カバーはできているかなと思うんですけれども、これについて簡単に説明していきたいと思います。で、ファントム5のウェブサイト、すみません、これらのツールですけども、一応ファントム5のウェブサイトから全てリンクはしています。ここのファントム5のサイトに、URL、ちょっと長いのでファントム5と言ってもらえば確か一番に出てくるので、検索してもらえばすぐ出てくると思うんですけど、ここのトップページの方をこうスクロールダウンしていきますと、下の方にこういうツールへのリンクがあります。なのでここからアクセスしてもらえればと思います。じゃあまず最初にファントム5 S スター、名前最初 S スターって名前がついてます。で、つけたんですけれども、残念ながら S スターで検索してもトップに出てこないです、残念ながら滋賀県のスーパーマーケットとかに負けちゃってるんですけれども
一応ファントム 5S スターっていうふうに検索ワード入れてもらえると一応一番上に出てきますので、あのアクセスするときはそちらで検索してください。で、ファントム5のページ、こんなか S スターのページ開きますと、こういうインターフェースが出てきます。で、実はこのシステムの、まあ、ちょっとその前にざっくりどういう状態がデータが入っているかと言いますと、さっき説明したメタデータとか他にもデータの解析、あのローデータ以外にもデータの解析結果とかを、ここに全部入れてあります。でファントム5のデータの要は検索とか参照を目的としたシステムです。でちょっと、実は自力でシステムを開発したんじゃなくて、セマンティックメディアウィキっていうあの既に存在するシステムを使っています。メディアウィキとかもしかしたらあの言葉聞いたことある方も多いかと思うんですけども、ウィキペディアとかで使われているバック裏で使われているシステムがメディアウィキというシステムでして、それをセマンティック拡張したもの、意味情報、このデータは何だという情報を、こういうデータのメタ情報をさらにこう付けられるような機能がついた、システムです。なので、我々の方ではこのファントム 5S スターを作るにあたってシステムの開発一切していません。データの登録のみを行っています。で、まあ、それはちょっとデータの管理的にすごい利点があって、あのそれはちょっと今回の対象から外れるので説明はしないんですけれども、そういうことで、実はデータの管理の手間がシステムの管理の手間の方が省けてデータの方に集中できるというのが利点があることで、こういうふうにしています。で提供するデータですけれども、さっきあの大体カバーしていると言いましたが、サンプル情報だったり、転写回視点、遺伝子転写因子の情報とか、その活性量の情報とか、モチーフの情報とか、いろいろその解析結果などが入っています。で検索もいろいろ検索できまして、サンプル名で検索したりとか、遺伝子名で検索したり、転写回視点で検索したりとか、 DNA モチーフで検索したり、さっき言いました同じような発言をしているクラスター単位でも検索できるようになっています。で S スターですけれども、まあ、ちょっとじゃあ簡単にどういうふうに使っていくかっていうのをあの実際使うプレゼンのみでやりますんですけど、説明していきたいと思います。じゃあまず最初に遺伝子で検索したいって時はどうしたらいいかというと、もう遺伝子検索用の箱がここにもう置いてありますので、ここに遺伝子名を入力してあの決定してもらえれば遺伝子のページに飛びます。でその遺伝子のページにはを見てもらいますと、その遺伝子の情報に加えて、その遺伝子にあの対応づいた転写回視点の情報のリンクが、あるだけの出ていますので、この遺伝子からの転写回視点の候補がどれぐらいあるかっていうのを見ることができると。でさらにこれをクリックしてもらいますと、その転写回視点の方の情報、例えば1番の点、この遺伝子に対応づいた1番の転写回視点っていうのをクリックしてもらいますと、その1番の転写回視点の、情報が出てきます。まあ、KG のデータ、ファントム5のデータっていうのは転写回視点の活性量のデータなので、転写回視点のページを見てもらうと、その転写回視点のどのサンプルからたくさん、どのサンプルでこの転写回視点からいっぱい発言が出ているかという情報もランク付けしてみることができます。ですので、まあ、検索はもう簡単で遺伝子名入力して見てもらうという感じで、どんどんナビゲーションしてもらう、まあまあ、ウィキの結局ウィキのシステムなので、いろんなページがリンクでつながっているようなあのデータベースなので、そういう形でいろいろこう見ていってもらえれば、ナビゲーションしながら見てもらえれば分かるようになっています。で次にサンプルの情報ですけれども、こちらのメニュー、サンプルの情報で見たいときは、こちらのメニューの方に、サンプルの情報から検索するインターフェースがあります。でもサンプル名が分かってて、サンプル名で検索した場合はサンプルのとこから見てもらえばいいですし、例えばセルオントロジーのタームで検索したいという場合は、このセルタイプとかディジーズのオントロジーとかアナトミーのオントロジー、ベロンとかのタームで検索することができるようになっています。ちょっと詳細は今回は省略しますけれども、こんな形で検索はできるようになっています。じゃあ次2番目のシステム、全部です。全部、これなんか検索しづらそうなんですけど、実は全部で入力するとあの一発で1位に出てくるシステムです。普通の単語なんですけど、なぜか1番に出てくる感じになってます。なので割と認知がされてるのかもしれないですね。で、これはもう簡単に言えばゲノムのブラウザーっぽいものなんですけれども、ちょっと特徴的なのは、インタラクティブに操作、かなりインタラクティブに操作できるようになっていることと、トランスクリプトームとか の, その発言量のデータを見るためにある種ちょっと工夫したインターフェースになっています。で、まあ、全部ざっくり言いますと、オミックスのデータのデータ管理とか処理とか視覚化の目的としたツールです。で、まあ、いわゆるゲノムブラウザーなんですけども、データ探索ツール、ゲノム
ゲノム上でデータを探索するツールがあります。でインタラクティブな操作が可能で、で、UCC とかもあるんですけど、独自のデータをアップロードすることもできますし、アクセスコントロールの機能は実は内部で持ってまして、共同研究者向けにパスワード付けで、データ公開するみたいなこともできるようになっています。で、ファントム5のデータもこの全部のインターフェースで、見ることができるようになってまして、全部のページに行ってもらってますと、ここにファントム5ヒューマンプロテオムとかファントム5マウスプロテオムというリンクがありますので、ここをリンクしてもらいますとファントム5のデータが見れるインターフェースというのが開きます。でここも、遺伝子名で検索する、遺伝子で検索したいときは、検索ボックスがこう、いわゆるもう普通のウェブゲノムブラウザと同じだと思うんですけど、検索のインターフェースがあって、ここで遺伝子名を入れてもらいますと、その遺伝子の領域が出てくると。で、トランスクリプトームのデータに特化しているというのはこういう感じで、ファントム5の場合は、こういうサンプルとその発現量のグラフというのが見ることができると。こういうインターフェースも内蔵しています。で、3つ目、がエンハンサーアトラス、トランスクライブドエンハンサーアトラス、これ共同研究者の方で作られているシステムです。で、なので このシステムだけはファントムのウェブサイトの外にあるんですけれども、ターゲットはエンハンサーだけに特化した、インターフェースになっています。でさっき論文メインペーパー2つあるって言ったと思うんですけど、このエンハンサーの論文の方を、書いた、大沢たちが作ってるシステムになります。なのでエンハンサーのみが、ターゲットにしたシステムです。で、ファントム5で到底したらさっきの 43,000 個の人の、エンハンサー候補の検索インターフェースになっています。で検索ですけど、ゲノム領域だったり遺伝子名だったり、組織ごとの発現量、この組織で高い発現が上がっている、エンハンサーの活性が上がっている、エンハンサーのリストとかいうことも取ることができるようになっています。これも、トランスクライブドエンハンサーアトラスで検索してもらえば確かにできたと思うので、ファントム5の全部ページからリンクしてますので、場合によってそこから行ってもらってもいいと思うんですけれども、見てもらいまして、例えばここで、3つあるんですけれども、この辺はデータのダウンロードの目的で、インターフェース操作しながら見ていく場合は一番上になります。でセレクトエンハンサーバイエクスペッションユーディングスライダーズところを、クリックしてもらいますと、こんなインターフェースが開けてきます。ちょっと若干説明がなくてややこしいんで上なんですけども、例えば遺伝子名で検索したい場合はここに遺伝子名を入力、ジーンっていうのがありますね。ここに遺伝子名を入力するとその遺伝子に対応づいているエンハンサーが3つありましたという結果が見ることができます。で下のちょっとスライドのバーがあるんですけど、これ例えばアディポスティッシュのところをこう上げていきますと、アディポスティッシュで活性が上がっている、エンハンサーの候補というのを見ることができます。だから遺伝子名を使って検索したり、ここはちょっとゲノムの領域なんです。ゲノムの領域で検索したり発現量で検索したりすることができるようになっています。で、例えば3個ある遺伝子入れて3個、エンハンサーがあったりというのを見ますと、そのクリックしますと3個のその詳細の情報で、例えばこのエンハンサーはテスティスですごい上がっていると、活性が上がっている、なのでテスティススペシフィックなエンハンサーだということが分かると、これも切り替えていきますと違う組織で特異的な、エンハンサーというのも見ることができます。でここまでが、おそらく生物系の人をターゲットにした一個一個見ていくようなインターフェースで、ここからちょっとバイオインフォマティクスとか、ちょっとバイオインフォマティクスをやろうとしている生物学をやっている人とか、そういう人向けのツールになります。でまず最初にファントム5テッドっていうツールがあります。テーブルエクストラクションツールですっていうの略でテッドって呼んでます。これ何かと言いますと、そのさっき言いました発現量のテーブルっていうのは、要は普通の表ですよねっていうことを言ったんですけれども、とはいえ、サンプルが1400個、人で分けても人が1000サンプル18万のテーブルなので、とてもでっかいテーブルで、エクセルで最近は開くんですけれども、とはいえすごいでっかいテーブルなので扱いづらいと。なので、そのテーブルの一部を切り出して、ようなツールです。これはその中から自分のターゲットだけに絞ったテーブルをだけ取り出して、そのテーブルを入手するようなツールになっています。で、言いましたが、データの抽出ツールで、ターゲットとしているテーブルは2種類ありまして、その中で TSS の活性量、転写回指定の活性量のでっかいテーブルと、アノテーションのテーブルも一応ターゲットにしています。なので特定のアノテーションだけ取ってくるとかいうこともできます。
で選択項目としてはゲノム領域側で絞り込むのとサンプル名を絞り込むことでテーブルの一部を取ることができるようになっています。で、まあ、ざっくりした使い方は大体想像つくと思うんですけれども、まずデータセットを選んでカラムを選んで、サーチテキストという方がそのゲノム領域で絞り込むようなものになりますので、列を絞り込んで行を絞り込んで、ダウンロードすることができると、抽出したりダウンロードすることができるという形になっています。でコラムカラムとしてはサンプル名を抽出、こんな感じでサンプル名を検索して抽出したりとかできます。でテーブルというのをクリックしますとこういうテーブルを得ることができまして、これで良さそうだったらダウンロードするという形でテーブルの一部を取得するようなことができるツールになっています。で最終的にはこういう感じでダウンロードされます。こういうツールも一応、もうちょっと、一個一個見るんじゃなくてもうちょっといろんなことやりたいっていう人向けのツールも一応こんな感じで作っています。あと、ちょっとバイオマートです。ちょっとここ、そんなにまだ出来が良くないのであまり紹介しづらいところがあるんですけれども、一応バイオマートのインターフェースを使ってそのデータの一部を取ってくるような、システムも一応作っています。バイオマート、ご存知の方は、いるかと思うんですけれども、アンサンブルとかで使っているデータのデータマイニングツールと呼んでいるもので、そういうゲノムのデータからある特定の目的に条件に合ったデータを取ってくるようなツールがあります。でこれは一応汎用的なツールでいろんなデータセットに適用することができますので、我々の方のプロジェクトでファントム5のデータをターゲットにしたバイオマートっていうのを作っています。なのでバイオマート4ファントム5とありますけれども、ファントム5のデータをバイオマートインターフェースで抽出することができるようになっています。で、これも一応ここに、感じで、ファントム5のバイオマートを用意してまして、まあ、ざっくり使い方で言いますと、まあ、ここでクリックしてもらって、同じようにまたデータセットを選んでもらって、そのフィルター条件、こうどういうデータセットを取ってくるかっていうのを選んでもらって、でどういう項目を出すかっていうのをこうクリックで選んでもらって、結果を見ると、29,183 個ヒットして、そのリストがこれですよっていうのが出てくる。でこれをこれも一応ダウンロードがどっかで、ここで Go とか押すと多分 TSV のフォーマットでダウンロードできます。なので一応アノテーション、ターゲットアノテーションのみなんですけれども、アノテーションでファントム5のアノテーションのデータがここからダウンロード、抽出してダウンロードすることができるようになっています。で、次にファイルダウンロード、まあ最終的にはやっぱりローデータ欲しいという方が結局のところ多いので、そういう方のためのインターフェースというか、まあ、ただ単にデータを置いてるだけなんですけれども、ここにあります。ただ言うてもローデータ結構いろんな種類がありまして、いわゆるシーケンスとかマッピングとか停車開始点のデータとかっていう、まあ、いわゆる基本的なデータと、そのデータを使った解析の結果っていうのがいろいろあります。で、まあ、そういうのがいっぱいたくさんファイルがありまして、実はファイルサイズ1どれぐらいだかな、 1. 何テラぐらい全部足すとあるので、欲しいデータに到達するのも結構大変っていうのもありますので、例えばみんなが欲しがるであろうものを先にこうリストアップして、ここから見てもらうと、そのページ、そこのファイルが置いてあるところにリンクが置いてあったりとかしています。ここはフォルダーで、これはファイルです、直接ダウンロードできるようになってますし、で、まあ、普通にここをクリックしてもらいますと、ファイルを一個一個ナビゲーションしながらダウンロードできるようになっています。でさっき言ったオントロジーのファイルとかメタファイルも一応このデータファイルのところからダウンロードできるようになっています。確かこの辺は多分普通のいわゆるテーブルで、この辺はエンハンサーだったりとか、そういう情報が、ここから直接リンクされています。じゃあ、最後に、こういう仕組みを作ってますということで、ファントム5用のトラックハブっていうのを作っています。でトラックハブって何ぞやというところからまず簡単に言いますと、UCSC ゲノムブラウザーにある独自のデータを UCSC ゲノムブラウザーで表示する機能のことです。仕組みとしては、普通は UCSC のゲノムブラウザーにユーザーがアクセスして情報を取ってくるんですけれども、そのとは別にトラックハブのサーバーっていうのをデータの提供者が立てることができます。で、あるフォーマットで、そのトラックハブの設定ファイルを作りますと、UCSC がそのサーバーにアクセスしてデータを取ってきて、一緒に UCSC が持っているデータと合わせて、
理論ブラウザで表示するってことができます。この仕組みがトラックハブと呼ばれている仕組みです。で、まあ、カスタムトラックという自分ユーザーがアップロードして表示する機能もあるんですけれども、ちょっとそのカスタムトラックとの違いはデータが永続的に要はデータトラックハブがある限り提供することができますし、あのコンフィギュレーションも結構いろんなコンフィギュ設定をデータ提供者が好きなように設定できますので、特にデータ提供側としてはすごい使いやすい仕組みになっています。で、まあ、最後にファントファイブトラックハブをじゃあどういうふうにすると見ることができるかっていうのを簡単に説明して最後締めたいと思いますけれども、まずまあ UCSC に行ってもらいますと、まあ、ゲノムブラウザーのリンクが多分結構な方使われてると思うんですけど、ゲノムブラウザーの方をリンクしてますと、ここにトラックハブというボタンがあります。でここをクリックしてください。すると、UCSC の方に登録しているトラックハブのリスト、トラックハブ作って、ここにマイハブって URL を提供するして、その URL をユーザーがマイハブのところに入力して表示することもできるんですけども、UCSC の方に依頼すると、向こうで審査して OK ってなりますと、ここのリストに載せてくれるようになります。で、Phantom5 も一応チェックしてもらって OK ということになりましたので、Phantom5 のデータもここに載せてもらっています。なのでここのパブリックハブのところこう辿っていきますと、 Phantom5 というものがありますので、ここをコネクトっていうボタンがあるので、ここを押してもらいますと、もう Phantom5 のデータが UCSC のブラウザ上に表示されます。ユーザー側もほとんど何もすることなくてボタンを押すだけで表示できるようになります。で、ここで例えば Phantom5 で得られたエンハンサー領域の情報とか転写回線の領域とかタグのカウントがこう棒グラフ上に出たりとか、サンプルごとに表示、サンプル絞ってこういう情報を表示することもできる、トラックハブの仕組みを使って UCSC の方に表示することができるようになっています。で、コンフィグもできまして、カスタマイズもできまして、特定の情報を消したりとか、サンプルの場合はこの情報を表示するみたいな形でサンプルを選んだりということができるようになっています。ちょっとトラックハブがこんな感じで、一応 Phantom5、これが最後のスライドになるんですけれども、 Phantom5 の、まあ、まとめとしまして、 Phantom5 のデータ、あと我々の方もファントムせっかく取ったデータですので、皆さん使ってほしいということは強く思ってますので、ぜひ使っていただければと思います。で、ファントム5のデータをまとめますと、約1000サンプル、マウス約400サンプルの転写回線の活性量のプロファイルです。で、さらにサンプル情報を分類した FF オントロールというのを使って、サンプルにアクセス選びやすいように作っています。で、ファントム5のウェブリソースとして我々の方ではこういう形で、6種ブラウザーとしては5種類、他にもいろんなデータの提供方法も、いろいろ用意してますので、ご興味ありましたら、使っていただければと思います。あと DBCS さんの方でもファントムのデータ使ったインターフェース、名前何でしたっけ、はい、DefX ですよね、リファレンスのエクスプレッションのデータも使われているそうなので、そちらもまたぜひご興味ありましたら使っていただければと思います。以上で発表を終わらせて説明を終わらせていただきます。